フィリピン人男性の恋愛感イケメンからアプローチされたけど浮気や病気が心配顔や性格の特徴仕事しないって言うけど恋愛や結婚しても大丈夫ナンパは本気シャイなフィリピン人男性の好みや好きな人への態度フィリピン人女性と日本人男性のカップルは日本でもよく見かけるが逆のパターン フィリピン人人男性性と日本人女性も実は多いここではフィリピン人男性の恋愛事情を見てみようフィリピン人男性と恋愛したいあなたへこんな覚悟で臨んでまずフィリピン人男性の性質から見てみよう1情熱的よく言えば情熱的悪く言えばしつこい 気に入った女の子がいれば SNS や連絡先をしつこく聞いて毎日メッセージを送ってくる朝ごはんは何食べた声が聞きたいから会って顔が見たいなどかなりグイグイくる知り合いのフィリピン人女性もかなり迫られて家まで押しかけて愛の歌とポエムを歌ったりしたそうだ結局振ったらしいけど2紳士的 ドアを押さえることはもちろん、荷物を持つのも当たり前。日本人男性ではまずやらないことをさらっとやる。優しい男性が好きな人にはたまらないだろう。三、浮気症。これはどの男性でもそう、と断言できる。フィリピンも日本人同様暇さえあれば、スマホをいじっている。日本人がゲームやツイッターを見ているが、フィリピン人男性は、 女の子にメッセージをひたすら送っている日本人女性を3人くらいく,だくどきつつフィリピン女性の本命がいたりっていうのは当たり前それぐらい浮気症だフィリピン人男性の本気を知りたいこの態度なら信じて OK 紳士的で情熱的だが浮気症なフィリピン人男性平気で働かなかったりだらしない 女好きといいイメージはないかもしれないが本命ができるとガラッと変わるイベントには手紙を渡したり会社や家の送り迎えをしたり渾身的に支えてくれるもちろん浮気やナンパもストップし言葉通りあなた一筋にでは本気度を測るにはどのようにすればよいかポイントとして以下の2点がある1 家族に紹介しているか。家族ファーストという言葉があるぐらい、男性女性問わずフィリピンでは家族を本当に大切にしている。また、フィリピン人男性は、ほぼ全員マザコンだ。つまり、母親に紹介されるということは、本気という証になる。2 SN、SNS でタグ付けをされているか。フィリピン人はとても見えっぱり、 そのため、美しいもの、旅行に行った、などの場合、インスタグラムやフェイスブックなどで、これでもかと投稿する。その中で、あなたがタグ付けされているかが重要なポイントになってくる。ついていれば、公式な彼女という立場だがない場合、タグ付けされていると困る理由があるからだと疑っていいだろう。大体は、 他に本命ががいいる場合が多いフィリピン人は束縛が当たり前嫉妬深いのは男性女性共通彼らの性格男女とも束縛は当たり前で嫉妬深いだが陽気な性格とおっとりした人間性の人が多いので俺の周りでは表に出てくることは少ないただ 遊びの女性にはかなりほったらかしなので嫉妬されたら逃げられたら困る立場なんだなと思っていいだろう。騙されてないか予防と注意点。よく日本人女性から相談されるのがフィリピン人男性から熱心にアプローチされているけど騙されてないということ。これからは下の2点さえ押さえていれば詐欺には合わない。1。 常にお金を出させようとしていないか。フィリピンに限らず、女性にお金をもらったり借りたりすることは恥ずかしいこと。フィリピン人男性がお金を払わなかったり、せがんで、せがんだりしてきたら、距離を置こう。本命ならば、必死に働いてデートでお金を出そうとする。家族は病気だから、兄弟が勉強するから、利子つけて返すから、と、 息を吸っってて吐くように言うがお金は返ってこない、2. すぐ手を出してくる本命だと思う女性に手早く手を出す人どう思うこれも世界共通だが大事な人にはそれなりのアプローチをする日本でもそうだろうまたフィリピンはキリスト教が主流のためその教義で軽い女はリスペクトされないと されているので出会ってすぐ手を出してきたら連絡先を消そうところでフィリピン人は、えー、男女ともに美形ぞろいだと評判彫りの深い顔立ちとエキゾチックな色気が好みな日本人は多い自分だってイケメンには弱いしかっこいい外人にドキドキするよく取り立たされるのは フィリピン人女性と日本人男性の恋愛関係だが、ここではフィリピン人男性と日本人女性の恋愛についてピックアップしていこう。日本人は恋愛に対して海外より奥手な国民性である。しかし、日本の基準で海外の人を見ると痛い目に遭う。甘く熱い口説き文句を言われても、外人を好きになったはいいが、 実は相手側の遊びのつもりだったというのはよく聞く話であるさらに日本と今回引き合いに出すフィリピンでは文化も考え方も全く違うちょっとした認知の違いで関係がギクしャクしてしまったら笑い話にもならないというわけでここでは日本人女性がフィリピン人男性と付き合う時に知っておきたいこと注意すべき点などについてリサーチしてみた フィリピン人の男性が好みの日本人女性ってやはり色白性格も大事早速フィリピン人男性に好きになってもらうための要素について紹介この講ではフィリピン人男性の好みのタイプについて説明していこう最初に知っておきたいのはフィリピン人は男性より女性の方が仕事ができるということ 社会進出している人の割合も女性の方が多いそのせいかフィリピン人女性は気が強くたくましいということであるつまりフィリピン人男性は自国の女性にはないものを日本人女性に求めるということであるまずフィリピン人男性の好みのタイプは色白な女性であるフィリピン人は 朝黒い肌の持ち主であるさらに清潔感のある人が好みなので清潔感があるように見える色白な女性を好きになるまたフィリピン人は色白だとお金持ちだという印象を持つこれはフィリピンがまぶ貧しい国だということも関係しているが大体の日本人はフィリピン人よりいい暮らしをしている次に 性格についてだが先ほども言ったようにフィリピン人女性は気が強くたくましい男を泣かせるぐらいにはたくましいだから日本人女性のおおらかで優しいところに惹かれるのであるおしとやかなのは意外と海外でも受けるのかもしれないこのようにフィリピン人女性にはないものを求めて日本人女性と恋愛しようとする フィリピン人男性は多い彼らのツボを押さえて落としてしまうのもいいかもしれないフィリピン人の男性がするキスの意味や喜ぶプレゼント彼らと付き合うなら知っておきたいことフィリピン人といっても世の中にいるのは純フィリピン人だけではないフィリピン人と日本人のハーフだという男性も少なくないしかしフィリピン人こそ その血を引くハーフの人たちは育った家庭環境やフィリピンという国のイメージからマイナスな印象を持たれやすいという。とはいえ彼ら,彼らの本当の姿を知らずにマイナスイメージを抱くのは傲慢であるここからは、えー、フィリピン人男性やフィリピーナの本当の姿付き合うときに知っておきたいことを紹介していこう。 まずフィリピン人のキスの意味についてフィリピンも欧米の国と同じように挨拶代わりのハグやキスの文化がある恋人だけでなく家族や親しい友人などにもハグやキスをする日本人同士に比べて人と人との距離が近いのでハグやキスをされたか,とからといって恋人気分になるのは想定である 次に彼らの喜ぶプレゼントについてである誕生日は日本と風習が違うのでうかつなことはできないただフィリピンはキリスト教の国クリスマスは盛大に祝うのでクリスマスプレゼントをあげると喜んでくれるだろうでは何を渡したらいいかそれもフィリピンと日本を行き来している人や日本に住んでいる フィリピン人化で変わってくるの,だがフィリピン人の習慣としてお着物にメッセージカードを添えてプレゼントするのが一般的であるまた日本のチョコレートやインスタントラーメンも人気であるがプレゼントには向かないだろうフィリピンと日本を行き来しているような人には母国に大家族が待っていることを考慮したプレゼントを贈るといい 要するにむやみに高価なものは NG であるフィリピン人の男性の名前は独特スペインやアメリカの影響フィリピンという国は昔からスペインやアメリカに支配されてきた歴史がありフィリピン人もキリスト教の聖人の名前や欧米風の響きの名前を持つ人が多い特に つい最近までシュ州主国だったアメリカ風の名前が現代のフィリピン人には多いまた苗字はサントスやらカスティーヨやらラテン系の響きの苗字が多いこれは州主国がスペインだった時から脈々と受け継がれてきたからであろう最近では日本のアニメの登場人物から命名したりする人もいる 独特といっても中国や韓国の人の名前よりは覚えやすくてなじみの深い響きの名前だろうそもそも名前にはそれぞれの国の文化が色濃く反映されているよその国から見れば、えー、奇妙な名前に思えるのはどこの国の人でも同じであるフィリピン人の男性にはイケメンが多い顔や髪型、性格の特徴 モテる男の髪型はは平均身長はこの記事の導入部でも述べたようにフィリピン人男性にはかっこいい人が多い彫りの深い顔とエキゾチックな雰囲気に惹かれる女性も多いそんなフィリピン人男性の特徴的な顔について調べてみたまずフィリピン人男性の髪型についてこれは 実際にフィリピンで髪を切ったという男性の体験談を元にまとめたフィリピン国内で髪を切る場所は日本と同じで格差が大きくおしゃれな美容室から田舎っぽい床山まであるそしておしゃれなヘアサロンでもない限り基本的にはバリカンで刈り上げられはっきり言ってダサい髪型にされるしかししゃれた髪型もないわけではないので 髪型は人それぞれぞとといったところである。次にフィリピン人の男性の身長について実はフィリピン人は背が低いのである高くても1 7 0センチぐらい2016年の統計データによるとフィリピン人の男性女性合わせた平均身長は1 6 1 9センチでこれは世界の国の平均身長の低さランキングで 3位に食いい込んでいる結局イケメンはめったにいないからイケメンなのであるあまり幻想を抱くのもよくない <laughs> フィリピン人の男性のアプローチはしつこいナンパは本気付き合ったら浮気と嫉妬に注意シャイな男性の好きな人への態度次にフィリピン人男性の性格について説明していく。 フィリピン人の男性は温暖な国らしく好きになった人へのアプローチも情熱的だがそれは言い換えるとしつこいということである好きになったら相手に振られても諦めないその情熱的すぎる愛情表現は日本人にしてみれば重く見られがちであるしかしフィリピン人の男性は意外なところでシャイだったりして変なタイミングで遠慮したりするので 彼ららのペースがよく分からなくかななるまたフィリピン人の男性は女性や家族にとても優しい国民性である常にレディーファーストで甘やかしてくれるこの態度にどっぷりはまる人もいるようであるしかしフィリピン人男性は本気の恋をすると情熱的ゆえに嫉妬深くなる嫉妬心のあまり殺人事件に発展したケースもある また恋愛が好きすぎて浮気症なのもフィリピン人男性の特徴である「よくも悪くも恋は盲目」を体現した国民性なのだろうフィリピン人の男性との恋愛や結婚恋愛観の特徴って仕事をしない連絡しないは本当さまざまな障害を乗り越えてフィリピン人男性と 結ばれたとしても大変なののはその先であるフィリピン人男性と日本人女性が結婚したはいいがトラブルに発展したケースはいくらでもあるまず言っておきたいのは基本的に明るく優しいフィリピン人男性だが仕事に関しては信用できないということである全く働いてくれないというケースも多い時間にルーズなくせにプライドはやたら高い 基本的にだらしないのでフィリピンでは男性より女性の方が働くぐらいだまたフィリピン人男性と日本人女性の結婚の際名字はどうなるかというのも気になるポイント実は相手方の家の名字を名乗る必要はなく国際結婚では夫婦別姓が認められている同じ姓にする場合も家庭裁判所で手続きすればいいちなみに フィリピン人男性はだらしないので連絡もしないんじゃと思われてくがちだが彼らは好きな相手には頻繁に連絡をよこす国民性だけで個人を見るのはいけないのだがフィリピン人さまざまな側面を持ちすぎだと思う国内に増えてきたフィリピン人男性彼らは肌の白い日本人女性が大好きなのでアプローチされることも珍しくない こちらが恥ずかしくなるような言葉をいとも簡単に投げかけてくる彼らひょっとしてからかわれているなどと疑ってしまうこともあるのではそこでここでは特にロマンチストなことで知られているフィリピン人男性にアプローチされた場合の対応について語りたいフィリピン男性のアプローチでありがちなパターンランキング 先日したようにとにかく興味を持った女性に対して甘いアプローチをしてくるフィリピン人男性彼らのアプローチの仕方は様々だがよくあるパターンは以下の通り1とにかく甘い言葉攻め女性が大好きな彼らは気になった女性がいるとところ構わず甘い言葉を囁いてくるポエムを送ったりすることもあなたがその場にいない場合は SNS やメールなどで自分の存在をアピール不思議なのは日本人男性がこれをやると引いてしまう人も多いがなぜかフィリピン人男性が同じことをすると一生懸命に思えて許せてしまう女性が多いことこまめな連絡が欲しい方にはフィリピン人男性はぴったりかもしれない2プレ,ゼプレゼント攻撃興味を持ってもらうために彼らも必死 薔薇の花束だったり大きなぬいぐるみだったりあの手この手のプレゼント攻撃で自分の思いを表すこうやって書いていると恋愛に一生懸命なイメージがあるが一方でフィリピン男性は浮気症でもあるあなたにアプローチをしている間にも他の女性にメッセージを送ったりデートをしたりと余念がない可能性もあなたに対して本気か大勢の中の一人かをしっかり見極めよう フィリピン人男性にに本気ははある心から好きなな子にはどんな態度フィリピン人男性が浮気症と語ったがそれは特定の女性本命の彼女がいない場合多くのフィリピン人男性は特定の恋人本命の彼女ができると一途にその人を思ってくれるレディーファーストは大前提として誕生日やバレンタインなどのイベントには「 気合が入りすぎているのではと思うほどのプレゼントやおもてなしをしてくれる。そして何よりも優しい。逆にこんな場合には注意が必要。すぐに手を出そうとする。食事などの支払いが毎回あなた。すぐに手を出そうとするのは、あなたとの関係を軽く見ている可能性が高い。その場の空気に流されないように。 またお金に関してもたまたま相手にお金がなくて支払ったのであればまだしも毎回何かにつけてあなたに支払いをお願いしているようであれば残念ながらこちらもあなたのことを金づるとしてしか見ていない可能性が高いいずれにしてもそういった場面に出くわした場合はしっかり状況を見極めて断る勇気を持つことが大事だろう。 フィリピン男性が働かななない理由とそれでも困らないのはなぜフィリピン人男性は働かないというイメージについてもちろん全てのフィリピン人男性が働かないわけではないフィリピンに一握りいると言われているエリートは一生懸命働いているでは残りの男性はというと現実的に働いていないというか怠け者が多い そそもそも男性が働ける場が少ないというのもあるし女性が働いた方が給料が高いため女性頼りの生活を送ってしまうようだではなぜ生活に困らないのかそれは女性に頼った生活をしているというのもあるが一番の理由はフィリピンが家族社会であること家族の誰かが困っていれば家族全員時には親戚も交えて 金銭面のの援助をしてくれるる環境があるのだ自分が働かなくても誰かが助けてくれるというシステムが成り立っているのがフィリピンという国日本にいると甘い考えなのではと思ってしまうがこういう国民性なのだから仕方のないフィリピン人男性と恋愛している日本人女性を移住したマニラやセブそして日本国内でもよく見かけるようになった。 日本人との恋愛にマンネリ化を感じ情熱的な恋愛をしてみたいそう思っている日本女性は多いのではないだろうか特に近年は東南アジアに旅行などで訪れる日本人女性は多い現地の人たちに憧れを感じることもあるのではないかフィリピン人男性と恋したら 最新恋愛事情とはフィリピン人男性といえば堀りが深くて男らしいイメージがあるそんなかっこよくてたくましいフィリピン人男性とお付き合いするにはど,のどうすればいいのだろうここで彼らの実態を知るためにフィリピン人男性の最新恋愛事情について探っていく1大胆なアプローチ恋愛において フィリピン人男性はとても積極的であるフィリピンでは女性は待つ文化で男性は誘う文化とも言われており男性は積極的に好みの女性にアプローチをするようであるまたフィリピン人ははっきりと断れない限り断られない限りアプローチを続けるので付き合う気がなければ曖昧な返事は控えた方が良いだろう 付き合うまでの期間が長いフィリピン人は男女でおつかいお付き合いを始める前に何度もデートを繰り返すそうだあくまでも相手をするための期間でありこの期間に他の人ともデートをしたり体の関係を持ったりすることもある日本人からすると衝撃的な感じもするが恋愛にオープンなフィリピン人ならではの文化とも言えるデートを繰り返した彼らは いつの間にかカップルになっているというケースが多い3女性は神様そんな恋愛を得意とするフィリピン人男性だが本気で好きになった女性に対して命がけで尽くしてくれるそうだ愛のこもったメールやデートで女性を喜ばすためなら何でもするという男らしさが特徴であるまさに情熱的な恋愛を求める女性にとって理想的な男性である フィリピン男性と日本人男性の恋愛事情が分かったところで日本人女性との相性はどうなのと気になっている人もいるだろうではここからは彼らのタイプと日本人女性との相性について探っていこう実はフィリピン人男性と日本人女性のカップルは近年増加しているのである理由はフィリピンに観光や 留学に来た日本人がそのままフィリピンに住んで付き合ったたたりり結婚したりする人が増えたかなそれじゃあ私にもフィリピン人男性と簡単に付き合えるのではと思った人もいるだろうしれ調べてみたところフィリピン人男性が日本人女性に魅力を感じたものの中には日本人らしい清楚で奥ゆかしい雰囲気やキリッとした目つきや肌の綺麗さがあった。 やはり日本人女性らしい美ししさは海外ででも受けるるようであるしかし調べを進めていくとフィリピン人男性に騙された「私が本命ではなかった」といった意見が多く見られた「本当に日本人女性はカモにされてしまうのだろうか?」「実は日本人女性に魅力を感じているフィリピン人男性の中にはお金を持っている」という意見もあった。 貧富の差が激しいフィリピンではお金を持っていて優しそうな日本人女性は確かに騙しやすくていいかもなのかもしれないフィリピン人男性と付き合う際には自分が本当に騙されていないか彼は本気で自分を好きであるかなどについて十分に観察する必要があるだろうやっぱり気になるフィリピン人男性は浮気者先ほども話したように フィリピンン。人男性の恋愛はとってもオープンだから自分に声をかけてきたと思ったら他の子にも声をかけていたということは当たり前のようである日本人女性ならフィリピン人男性って浮気症なのではと疑問を持ってもおかしくはないやはり付き合ったり結婚したりしても彼らの態度は変わらないのだろうか実は一見浮気症に感じる 彼らだが彼女に本気になるとこれまでのナンパ癖は一変するまた結婚して子供ができると今まで怠けてたり遊んでいたりしていた態度が一変して懸命に家族のために働くフィリピン人男性が多いそうであるつまりフィリピン人男性は本気になると彼女や奥さんそして大切な家族のために尽くすようであるこれまでのことを踏まえると 自分がフィリピン人男性に騙されていないなかを見極めるポイントとして彼の本気である姿を感じられるかどうかは大きいまた本気で愛してくれると日本人女性が憧れるフィリピン人男性の情熱的な愛情も感じられるだろうフィリピン人女性と結婚したがるのはなぜ彼女たちが持てる意外な理由周りにフィリピン人女性と結婚したい といいう仲間がが多いのだが彼らがなぜそんなことを望むかマリラに移住して気づいたそもそも昔からなぜか日本ではフィリピンの女性はモテるこれはなぜなのか「装飾」という言葉が聞かれて久しい日本恋愛に興味がない若者も多い日本でなぜフィリピン人の女性はモテるのだろうか一番の理由としてはフィリピン人女性は好きになった人へよく尽くすから 男性ならやはり尽くしてくれる女性はとても魅力的であり自分が頑張ってこの子を守ってあげなければという気持ちにさせてくれるため魅力を感じる日本人女性にももちろん尽くしてくれる人はいるが以前より女性が自立していて女性らしさを発揮しにくいという点でフィリピン人女性の方が分かりやすい分モテると言えるそして手料理が上手ということも一つの理由 男はは料理上手な女性には弱いものアットホームな雰囲気で日本人の味覚に合うフィリピン料理なんて出されたらイチコロ。まさに俺がコマ込みのコミのバンジーでやられたようにフィリピン人女性との結婚価値観の違いや注意点ただしフィリピン人女性にも悪い考えを持った人もいる男性の金銭を目当てに近づく人もいるため注意が必要となってくる。 フィリピン人には今も階級社会があり貧相な生活をしている場合などに家族を養うために出稼ぎに来ている人も多いもちろん日本人に純粋に興味があり訪れている人もいるだろうがそうでない人もいることを知っておくともし自分がその立場になったときに役立つ価値観の違いとしては日本人女性もそうではあるのだがフィリピン女性は 家族を大切にするため、自分たちよりも祖国の家族が貧相な暮らしをしていると何十万と仕送りをすることもそういったことが許せないタイプの男性にはフィリピン女性につ,ついていくのは困難かもしれないフィリピン人と付き合うなら当然フィリピンの現地事情や彼らの特性を知っておくに越したことはないフィリピンのスラムってあのスモーキーマウンテンですよね 漫画好きが高じて副業で漫画制作を始めた上祖市街谷に住む高梨何かのきっかけでフィリピンをはじめ東南アジア各地のスラムの現状に興味を持った様子スラムでもフィリピン人が笑顔の理由ほとんどスラムに近いスコーターエリアで何度も寝泊まりしたことがあるがそこで気付くのは彼らが家族や親戚 近所の人たちとと助け合ってて生きいいるという事実食べ物の分け合いはもちろん友達が困っていればお金がない中でも何とか貸してあげようと努力するこれだけ厳しい生活の中でも貧困を理由に自殺する人がいないフィリピン物質的に恵まれていなくてもその日その日を楽しんで生きているスラムの人々。 まさに日本人が忙しすぎる毎日の中で少しずつ置き忘れてきたのことのように感じる。とは言ってもフィリピンのスラムは当然安全な場所ではないし何より不衛生何かの取材で入ることがあっても単独はもちろん決して日本人だけで入らず信頼できる現地人を伴いたい。